ベルリン・ゲズントブルンネム駅は、ドイツ・ベルリンにある、鉄道駅である。駅名は、ミッテクの地区名にちなんでいる。ベルリンエスバーンの環状線と、南北地下線が、相互接続する地点で、ドイツ鉄道の長距離列車やローカル列車が停車する。また、ベルリン地下鉄の U8 が乗り入れる。ゲズントブルンネム駅は1872年1月1日に、 環状線の旅客駅として開業している。ノイブランデンブルクへ向かう北部線の分岐点は1877年7月10日に完成した。1897年5月1日からゲズントブルンレン駅でベルリンシュチェチン線が新しい線で接続しているが、環状線と合流するためにもともとの線路は南側へ移設された。1924年8月8日に ゲズントブルネン駅はベルリン S バーン網の最初の駅のうちの一つとなった。第二次世界大戦後、ベルリンからの長距離列車の運行は大きな影響を受けた。S バーンの路線網も1961年のベルリンの壁構築後影響を受け、東西2に,に分割されてしまった。ドイツ再統一後、ゲズントブルネン駅はベルリンの北側の長距離列車の駅として、 線路やプラットフォームの広範囲な近代化工事が行われた。ありがとうございます。